正幸。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎正らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。